久保さん、僕ね、尾崎,崎豊さんの一番好きな曲が卒業なんですよ。で、卒業の歌詞がすごく好きで、まあ、ちょっとね、歌詞を山本太郎さんに置き換えてみましょう。<laughs> このね、あの、何ですかね、結構この卒業の歌詞には、支配からの卒業っていう、えー、ワードがあるんですけども、えっ、ー、とね、 ここら辺かな信じられる大人との争いの中でしん山本太郎さんの講演とこの歌詞をね絡ませるとなんとなく入るんじゃないかなと信じられる大人との争いの中でしし許し合い一体何を分かり合えるだろう許し合い一体何を分かり合えるだろう うんざりしながら、それでも過ごした。一つだけ分かったこと、一つだけ分かってたこと。この支配からの卒業と。<laughs> 信じられない政治。信じられない政治との争い。何を分かり合えばいいんだろうっていうね。<laughs> この政治に30年、 不況を招いた政治、うんざり。<laughs> でも、それでも政治活動を続けた。それでも過ごした。政治活動を続けた。一つだけ分かったこと。政治、政治という支配から。えっ、ー、と、政治の上何でしたっけあの、なんかありますよね。あの、上の、上の名前なんだっけな。なんかその政治家を牛耳ってるとこですよね。<laughs> そこからの卒業みたいなね、うん。いや、この卒業はね、僕はね、非常に僕、歌詞が好きなんですよね。なんか、僕の人生の中でも、要所要所を、あの、すごく感じるところがあって、まず、中学校の時ですかね、中学校の時に、あの、まあ、義務教育が終わってね、すげえ思い出なんですけど、卒業式が終わって、えー、その、門がありますと。中学校の門がありますと。 で、十人ぐらい並んでですね。十人ぐらい並んで、学ランから、学ランの内ポケットからみんなタバコを出して、<laughs> みんなはタバコを出して、みんなで火つけ合ってね。<laughs> まあ、よくないですけどね。よくないですけど、十人ぐらい並んで、卒業だっつってね、ぷかーすって門を出たっていうね。思い出ですね、これは。十 <laughs> 人ぐらい並んでね。 卒業したぜみたいなウェイみたいな感じで <laughs> タバコプカー吸って、えー、門を出ました <laughs>、うん、あとはまああれですかねまあ,あ僕は東京で働いててあのー、まあ組織の支配ですよやっぱ組織に支配されていたんで、まあ、支配されてたっていう表現がねまあちょっときつい言葉になっちゃうかもしれないですけどまあ僕がネットビジネス始めた理由は パソコン1台で自由な生活っていうところに憧れてたんですけども気がつけば組織のために働いていたっていうねとこであってうーん,なんか自分が自由になりたいと思ってたんだけどもいつの日か組織を大きくすることに、えー、人生を注いでいたっていうでまあ GTR でね車1台に車1台に積めるだけ荷物を積んで まあ、バッグに一個じゃないですけどね。車に積めるだけの荷物を積んでね。スポーツカー GTR、そんなに積めないですけど。それだ、それで鹿児島来ましたからね。で、何もない。何もない。荷物は車に積んだものだけ。ここ何もなかった。<laughs> そっからスタートしていったんですけど。うん。これね、でも結構もう僕、 小崎豊さんの卒業は僕はあの、カーオーディオに入れてたんですよ。なんで、まあ GTR 時代はあの、普通に聞いてましたね、小崎さん。小、はい、崎豊さん、何曲か入ってるんですよ。と、オーマイリルガーだったかな。なんかね、いろいろまあ、な何曲かあの好きな曲があるんですけど、でも卒業の歌詞が僕は非常に僕は自分の人生にすげえいろんなところに当てはまるんで、そう。 多分、久保さんの人生の中でも、ね、腕っぷしでですよねが。学生、学ラン来てた時に、誰かの喧嘩の話にみんな熱くなり、自分がどれだけ強いかを知りたかった。久保さんがね、腕っぷしで、なんか、オラーやってた時に、まあ、これ響くんじゃないですか <laughs>。力だけが必要だと、かくなに信じて <laughs>、従うことは負けることを言い聞かしたと。友達にさえ強がせ、強がって見せた。 どだ時には誰かを傷つけても久保さんが学生の頃腕っぷしでこういろいろやってた時にね <laughs> いやこう穂崎豊さんの卒業はねすごい僕はす歌詞が本当にうん好きっすねうんでもこれ山本太郎さんのこの今の戦いにもすごく当てはまるんじゃないかなと思いますけどねだ山本太郎さんが政治を卒業したとしても 何を卒業したんだろうみたいなね。<laughs> 本当の、本当の政治にはたどり着けたのかみたいなね。本当の自分、本当の政治にたどり着いたのかみたいなね。何度、何度演説すればね。何度、何度自分自身を卒業すれば、何度みんなの前に立て演説すれば、本当の政治にたどり着けるのだろうみたいなね <laughs>、うん。仕組まれた自由、仕組まれた政治に、 仕組まれた政治に誰も気づかずに <laughs> いやこれは山本太郎さんにもすげえ当てはまるんじゃないですかね歌詞がうんう、はい行ってらっしゃい